今回は透け感のあるリップを塗っていきたいと思います。人気色のレッドブラウン系を直接塗っていきます。このままでも可愛いんですが、ハイライトを入れるとより、唇が立体感が出て可愛くなるので入れていきます。こういう細いブラシで口の下の口角と唇の山に沿って描いていきます。